はぁ、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回は、イヤーレビュー選手ピックを引いていきたいなと思います。10月に登場をした SBC と目標の選手たちが出てくるピックになってます。3名から1名ということですね。で、アイコンとかヒーローは含んでないという感じになってます。で、SBC の価格としてはですね、一つの SBC で38,000コインぐらいかな。で、作ることができます。じゃあ、こちらを作っていきます。はい、作れましたんで送信をしていきます。イヤーレビューは今作初ですね。イヤーレビュー選手ピック、これはね、意外と楽しいピックになってますよ。ただあまり当たらない印象がすごくあります。で、じゃあまあ対象の選手はこちらになってます。目標できた選手と SBC で作れた選手ですね。で、今回とか今作は女子選手もいるので、まあそこら辺も入っていて、ポトムとかも、います。まあ、やっぱりソン・フンミンだったりとか、ラファエル・レオンだったりとかはもうめちゃくちゃ当たりな選手になりますし、目標だったら誰だろうな、目標やったらそこまでいい選手はいないかなっていう、ふうに思いますね。で、SBC だったら、まあロドリゴ作ってない方はロドリゴはまだいけるかなっていう感じですけど、まあどうなんかという感じ。あとはまあ久保くんとか作ってない方は、当たったらいいんちゃうかという感じですね。ただまあ見てもらう通り当たりが非常に少ないと思いますね。まあほんとソン・フンミン、ラファエル・レオンだけ。まああとはウーデゴーとかもまあ当たりに入るんか。まあでも自分的には、やっぱりちょっと今回は厳しく言いかしてもらいますけど、レオンとソンだけですね。レオンとソンだけ。3名のうちから1名なんで、3名出てくるんで、こんなから。当てよ。いいよ。でも、ワンチャンあるぞ。ワンチャンいきます。ポトムのソン・フンミンとラファエル・レオンを目指して。最高。ほんと4万弱で作れますから。いきますよ。ポトムのレオンとソンね。頼むよ、イエさん。せーの。はい。完全入った。完全入った。